ですけども、ちょっと群幕の方をね張り替えて、また楽しんでいこうと思います。はい、どうもです。のあそびチャンネルのコーチです。フィールドの方に移動してきました。こちらさくら工業所さんの、チタン巻き、チタン焚き火台の方の組み立てをしていこうと思います。僕が気になっているのが、ロケットストーブタイプの方を、今回組み立てていこうかなと思います。ちょっとね、初めて組み立てるものなので、時間かかってくるとは思うんですけども、取扱説明書の方を見ながら、作業の方を進めていこうと思います。なんかね、YouTube か何かで動画の方とかも上がってるみたいなんですけども、一回これだけで作れるかどうかっていうのをやっていこうと思います。ね、チタン綺麗な、焼き色つけるんであれば、指紋とかね、そういった油脂つけたらなかなか綺麗に焼けないんで、手袋された方がいいと思います。結構ね、組み立ての方は簡単っぽいですけどね。さっきにこれじゃないな。結構サイズは思ってたよりかは小さい感じですね。まあコンパクトなんでいいんですけど、結構いいサイズかもしれないですけど、組み立てが今おおよそ終わりました。こういった形の商品になりますね。
結構ね、チタンの厚みも分厚いですよ、これ。よいしょ。ちょっとね、ほならカメラ持ち替えて、細部お見せしようと思います。はい、こういった正面ですね。横のサイド部分はこんな感じです。裏面です。側面です。でね、結構分厚いんですよ。今ちょっとピンときてないんですけど。これね、後で燃焼させていこうと思います。燃焼効率も良さそうな感じですね。約20センチぐらいの巻き上げられるんですけど、ぐらいでちょっと、入ることは入るんですけど、収まりは悪いですね。